ちは、こんばんは。ゲーム動画のコウです。サッカークラブ育成シリーズのカルチョビットを始めていきましょう。今回は第12節公式戦連勝で中3位ですね。しっかり勝っていきましょう。よろしくお願いします。ちょっと疲れてるので下ろして、緑とエリカの完成でいきます。それじゃあこちらの方が高いですね。この将来の方も実は1点は同じなので、ここはしっかり勝ってリードしたい、引き離したいところです。強くないんだけど、とにかくフラスコが1年ロッキーの大活躍をするチームなんとか抑えないといけません。危ない。なんか前に出る選手動きがいいんですよね。そうだね、スピードで攻め合えていたらね、こういうとこをフラスコしっかり抑えていきますよね。運動量がすごい。危ないな、押されて、こういうとこを押されている感じです。あー、危ない危ない。ゴールキックです。縦パスを切り出した窓かチャンス、になる選手点。やりました。この彩香のロン、見事でしたね。センタリング、最後は緑が決めました。あー、危ない危ない危ない。ボールをしっかりキープしていきましょう。がっかりだな、言われてしまってます。ああ、裏をかかれましたね。守備陣が機能していない。疲労が溜まってますよね。で運動量を使わせるしかないです。そうで結構疲れてますね。これあーダメだ。運動量の差が出ているのかもしれません。特にやっぱり中盤のするっていうのが本当ですね。
さあ一気に交代枠を使い切って攻めを重視に攻めていきます。とにかく勝つ、勝ちに行く。強烈シュートが叩き込まれました。再度リードです。すごい、おっと抜けた、ユーナ、あーっと焦りすぎた。もうちょっと近づいてからシュートを打った方が良かったんですが、うまいな、うちも。おっとミホ危なかった。怪我をする可能性もあります。前はどこだ。これはちょっとスピード的に届かない。さあ両方とも相当疲れてます。これからスタミナと体力での戦いになります。はいはい、まだか、守備陣、相手を守備陣対応できませんでした。彩香が突き放す。3対1、3点目を決めました。これは夏木が当然キャッチですね。ユーナが抜け出ている。お、ここはシュートしない。あー惜しい。ちょっとこういうキャッチングほどになってしまったか。ファールですね。こちらボールのフリーキック。また抜けた、ユーナ。お、ここは決めた。2点目です。3点差。ユーナうまくパスが当たりましたね。さあもう決定打になったでしょう。これはヘイローがパッチング立て直せるか。さあ、本当に反撃、ほとんど時間がない。試合終了です。危ないシーンの続きはすっとにかく瞑想で那覇の運動量がすごかった。運動します。とにかく動きが自由かつ速いんですよね。選手権は我がクラーカリバーズ、アヤカ、マドカ、そして緑、ランナーシュートが叩き込まれました。だがこれですよ、完全に守備が裏をかかれたっていうか動けてなかった。まあマークはしてたのか。これで後半に入ります。これ前半最後のシーンですね。サッとシュート選択性を求められます。後半4分いきなり7個からユーダロングシュート、再び勝ち越しました。強烈なダガシュートでした。そし
でこれですね、ユーナチャンスだと思われたんですけどね、もうちょっと近づいてシュートを打ったらよかった。そうか、なんとシュートを打ったらディフェンダーなやか、センタリングに対応したのはこんなに前に出てたんですね。さあユーナ、なぜこのパスをするのかな、完全に抜けました。今度は決めました、ユーナ。ユーナで2点目、4対1で突き放します。そして試合終了です。ボール支配率はこちらの方が高いんですね。特に後半は高いでしょうかね。元気なメンソーレ那覇でしたが、後半はスタミナが切れたみたいで、クラーカリバーズ動きが止まって、その隙をクラーカリバーズが取って一気に後半3点上げて勝ち越しました。値を3つプラスでいただきました。お、首位ですよ。これで瞑想で那覇を破り、キャピタル東京はおそらくこれは引き分けですね。破れたんじゃなくて引き分けなので、7勝目を挙げたクラーカリバーズが ついに首位に立ったということです。7勝から5勝まで、こう9位まで詰まってますからね。まあ、逆に負け数で見るとクラーカリバーズとキャピタル東京が1敗でリードはしてますね。負けの数が14、勝ち点が25。これ首位に上がりまして、次が、また3位、3位にメンソーレ那覇に変わって3位に変わった古豪いまっせ大阪戦となります。選手がいたり欠場選手がいたりしますが、上位陣は相当の強さ。ゴールキーパーのグリフィンは S が4つついております。これを破ってシュートを決めるのは相当難しいでしょうね。ディフェンダーの岡田も強い、マーレーもいい、攻撃陣は北原ですね、ダルマがつないでとなると結構危ない展開も予想されます。 なんせ去年の優勝者ですからね、相当厳しい戦いになるのが予想されるでしょう。クルミは戻った後ミホが今度は疲れている。クルミは戻りましたね、体力ゲージが。しょうか。クルミは戻します。エリカを落として、はい、ということで、次回はいますよ大阪です。非常に重要な戦いが続きます。ここを勝てば優勝の道も大きく広がるんじゃないかなと思いますので、ぜひ勝ちたいと思います。応援よろしくお願いします。ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。またですね、過去の動画も
プレイリストに上げております。プレイリストこちら説明欄から、説明欄にリンク貼ってますので、そちらもご覧ください。またブログもツイッターもやっております。こちらも説明欄に書いております。見てください。この動画最後の20秒で関連動画のプレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画投稿でした。